派、ベスポポーフツィは、ロシア正教の古儀式派を構成する、司祭派と並ぶ二つの潮流のうちの一つ。死と継承性を持つ聖職者の存在を否定し、生態礼儀をはじめとするほとんどの機密を拒否するか、これを俗人信徒により執行する。主流派のロシア正教会における死と継承性を完全に否定する。地上は、 すでにハンキリストが到来して支配しており、教会は滅亡したと彼らの多くは主張する。ポモールツィ、フェドセイエフツィ、礼拝堂派、フィリッポフツィ、ベグヌイ、スパソフツィ、メルヒセデキ、アリストフツィ、ジェムノベールツィ、アーロノフツィ、その他非常に多数の教派があった。最大教派はポモールツィ。2001年の調査では、ロシア連邦内に約80万人、 バルト三国に約25万人。これ以外の旧ソ連地域に約20万人。フェドセーフツィはロシア連邦内に約1万人。礼拝道派は30万人以下。フィリッポフツィは200から300人以下。スパソフツィは2000年時点の推定で3から4万人以下。ベグーヌイの浸透数は負傷。メルヒセデキはバシキール共和国に2回収、 上記以外の強派の信徒はおそらく現存しない。ロシア連邦、旧ソ連諸国、ポーランド、アメリカ、カナダ、ブラジル、オーストラリア、ブルガリアなどの諸国に居住している。ありがとうございます。